はい、こんにちは、三次郎です。今回は、コロナ特例の、総合支援資金の再延長について、その後どうなんみたいなことで、ちょっと喋りたいと思います。今日は令和2年の、12月13日の日曜日時点でのお話ということで、よろしくお願いします。ちょっとね、いつもグダグダですみません。今回ちょっと下書き作ってそれ見ながらするんですけど、でもグダグダやと思うんでね、そこはちょっとご了承ご理解のほどよろしくお願いします。まずはね、過去いうの、この前に、その生活福祉金中点かな、生活福祉金は分かりにくいね、緊急小口資金や総合支援資金、これはね、今そのコロナ特例云々で、コロナが始まって、この緊急小口資金と総合支援資金っていうのがコロナ特例いうことで今バーンと始まってるんですけど、コロナなんて何もない前からね、それはあるんですよ。生活福祉資金でも大きいカテゴリーで言うんですけど、その中に緊急小口資金や、生活なんや、総合支援資金があるんですね。ただ今はコロナでいっぱい失業された方とか減収された方が多い、苦しい方が多いので、コロナ特例としてちょっと条件を緩めに、もうみんなもうぴゃっぴゃ渡さなあかんので、しているということですね。それが、従来からあって、皆さんがやってるのは特例の方なんですね。で、私はそのちょっと前の動画に、あれですね、そのコロナ特例の総合支援資金の再延長の可能性についていうのを、動画開けさせてもらったんですよ。その前には、従来の総合支援資金の申請についていうのをやってるんですね。そのコロナ特例の方があかんやったら、もう従来の方申請しようやみたいなことを挙げとるんですね。その時系列で言うと、その後に、いや、それちょい待ったと、もしかしたら12月に再延長あるかもしれんでいうことで、また動画上げさせてもらったんですね。ということで、ちょっとまたいきなりややこしいことになっとるんやけど、ことというか、てめえのしゃべりがややこしいんですけど、ちょっとね、問い合わせが何個か来ているのと、もう12月もね、半ばなんで、まだ何の進展もありませんのでね、ちょっともう一回説明しようかなという、そんな感じなんですけどね。まずはね、これがねちょっと分かりにくいんですけど、さっきも言いましたように生活福祉資金のがあって、その中に緊急小口資金と総合支援資金があるんですね。けどもややこしいから、分かりやすい方、総合支援資金でちょっということで喋っていきますね。その従来の総合支援資金とコロナ特例の総合支援資金についての話なんですけど、何回も話してんねこれね。要は、前からあるのをコロナ特例でつけて、コロナ特例の総合支援資金があるんですね。
何が違うねんって言えば、もう全然よく、もう中身はほぼ一緒なんですけど、緩いんですよ。一言で言えば、あの従来のよりもね、あの緩く。それは何でか言うたら、もうこちゃこちゃ細かいことをやってらんだ、もうピャッ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 もう貸していってあげんと、みんな苦しいいうことで、だから本来やったらその自立支援がとったらこったらとかね、今でもあるんやろうけど、その自立支援がどうのこうのとか、所得がどうのこうのとか、なんかいろいろあるんですよ。世帯の所得がとったらこったらとか。けど、まあ、その細かい話は今しないですけど、従来よりもコロナ特例のはかなり緩くなってるんですね。その、まあ、A 例がね、私の場合は、失業給付もらってるんですね。で、従来の総合支援資金は失業給付をもらってればアウトなんですよ。ただコロナ特例の総合支援資金は失業給付をもらっとっても OK なんですよ。これはただし大阪の場合ですね。そのこれは全国的にそうなんかはちょっとわからないですけど、一応全国的にそないな、その厚労省からのご通達はそういうことになってるんですけど、その市町村のね、その社協によってはあかんって言うてるとこあるかもしれんので、まあ、これは全国的にどうなってるかはちょっとはっきり言えないんですけど、その大阪の場合は OK なんですよ。はい、っていうことなんですね。はい、っていうことですわ。どこまで言ったかな。コロナ特例と、従来のやつはそういうことやね。ちゃんと説明できとるかな。はい。で、もう一個質問が多いっていうかね、ちょっと伝わりにくいところなんですけど、今度コロナ特例の方ね、今皆さんがやってるコロナ特例の方の総合支援資金の再延長について言って、ちょっと何時間もに動画上げてるんですね。そのもう総合支援資金の延長6ヶ月もうてるんやと、さらに延長はないんかっちゅう話ですね。で、その前の時点ではもうないやろと、もうそれやったらもう従来の総合支援資金申し込もうみたいなことで流してるんですけど、いやちょっと待ってよと、もしかしたら12月に再延長があるかもしれんいうちょっとお話があったんで、ちょっと様子見よういうことで動画上げさせてもらったんですけど、もう今の時点でね、12月13日の時点で、何の進展もないので、まず12月中は再延長はないやろと、1月以降は分かりまへんで、今の時点で12月中はないやろいうことですね。その再延長とね、延長とかちょっとごっちゃになってしまってるんですね。総合支援資金申し込んだら3ヶ月間最初貸してもらえると思うんですよ。で、さらに、いやちょっとまだしんどいんですねと言えば、さらに3ヶ月貸してくれますねんね。計6ヶ月貸してくれるんですよ。これが今総合支援資金貸してくれるマックスは6ヶ月。この3ヶ月、従来は3ヶ月だけなんですけど、さらに3ヶ月貸してくれとるわけですから、これが延長ですわ。3ヶ月プラス3ヶ月貸してくれてるのが延長。ここまではいけてることですね、今ね。そこでも今終わりなんですよ。だからもう6ヶ月借りてる人はもう貸してもらえないいうことなんですけど、いや、ちょっと待ってよと、もう6ヶ月やったらもう、ね、3月からもうてる人やったらもう9月に終わってるんですよ。いやもうしんどいやんって、そっからのが私しんどいんですけど、いう人がいっぱいいてはるわけですよ。だからさらに再延長
延長の延長いうことで、再延長いうことで、ならんやろかいうことなんですね。だから、延長は皆さんいけるんですよ。しんどかったら。再延長は今ないんですよ。その再延長を何とかしてくれというか、何とかなるやろっていう話があったんですけど、どうも今の時点では何もないと。っていうことなんですね。わかるかな？ややこしいね。はい。で、今なんか、なんやら、延長されましたってね、ニュースでね、ようやってるんですけど、その延長いうのは、本来なら12月、この月末で、申請締め切りやったんですよ。それが延長されたいうことを今、盛んにニュースとか YouTube の人も言うてあるんですね。最初ですやん。初めて総合支援資金申請しますねんっていう人は、12月末でもう切られとったんですよ。12月来年になったらもう最初の申請もできまへんでいうことやったんですけど、それが延長されたと。2月か3月かなんかそんなんでしたわ。だから最初の申請が3ヶ月延長されたいうことを今ニュースでやったんですね。さらに、最初の申請3ヶ月プラス3ヶ月延長の分ですね。この延長の分も延長されたという、ややこしいんですけどね。っていうことですわ。ややこしいね。ほんまに。実際ね、受けられてる人はね、貸してもらってる人は分かってはる人が多いんですけどね、これから受けようとか、まだ申請したばっかりの人はね、なかなかこの辺がね、なんか延長延長ばっかりで、何が延長やねんみたいなね、ことになってきてると思うんですけど、要はこの何ちゅいますの、三次補正っていうんですか、なんか知らんけど難しい話でね、僕らは全くわからないんですけど、吸ったらええやんいう話なんですけど、一応そういう予算を組まなあかんいうことなんですね。で、その予算で、何兆円、三次補正が何兆円が取ったらこったら言うてね、まあ水がなんぼやからどうのこうのとかね、水道水は言うてへんね、井戸水がどうのこうの、それも言うてへんけど、なんかようわからんすわ。難しい話ですわ。ほんで、テレビかネットでね、数側ですとか言ってなんか出てましたけどね。何1ビットんねん話ですね。何を1ビットおっさん言うとんねんって思うにね、シャレにならんでいう話なんですけど、予備費がどうのこうのってね、その予備費をちゃんと置いてまんねんと。だから状況を見て、どうのこうの出しますせ、みたいなね、話だ、やっぱね、期待しますやん。だから前から多分そんな言うてはると思いますね。ほんなら期待しますやん。めちゃしんどいのに、みんな苦しい。もうみんなね、実は飛び込んでる人いっぱいいてはんのに、そんな、なんとかせいやいうことで、様子見てて、いや、様子見ても結果出とるやんいう話なんですけど、いまだ様子見て、様子見て言うてね、いつになったら、ちゃんとやってくれんねんいうことなんですけど、その様子が状況を見てやね、どこまで状況を見んねんいう話やね、なんぼほど死んでなんぼほど苦しんだらいいんやいう話で、いやそこは多分知らんふりなんですよ。もうこのまましらーっとね、もう済んだことのようにね、多分済ましていくつもりなんかな、分からんすけど、今ほんま苦しいですやん。ほんまに何回もこれ言ってますけどね、今がほんま苦しいんですよ、みんなほんまに。っていうことでね、そうそう、もう一個ね、そのこれも絶対言うときたいなって思ったんが、ちょっと本ね、これ入院中にちょっと本か雑誌読んどってね、こう大学の先生かな、この人が言うてはんのがね、一律10万円ってありましたよ。みんな
最初はなんか制限があって30万やったり文句たらたらあって、ほんなんもう全員に10万配ろや、その方が文句ないやろいうことでパーンやりましたやん。私それめっちゃ反対やってんねん。ならね、まあめっちゃ喜んでましたわ。その頃私介護の仕事をしてる頃やったんで、もう生活保護の人とかいっぱい利用者さんいてあったんでね、めちゃくちゃ喜んでますやん。10万円ですよ。10万円がポーンもらえて、何使おうか、焼肉や言うてね、やってましたわ、ほんまにね。で、この大学の先生曰く、あの10万円もバーン配ったことで、その今そうやってほんまに会社ないやんみたいな、仕事ないやんみたいなね、毎日8時間働く人で4時間しか働かれへんやんみたいな、今ほんま苦しい苦しい人が置き去りになってる。そのほんで病院とかね、医療従事者の支援が結果的に奪われたと。だからあっこでもみんな行ってまえバーン行ったんがために、今ほんまにね困ってる人、あとそういう医療関係で困ってる人、もうそこになんか幸せがみんな来てるでいうことをね訴えてありますね、ほんまにね。いやほんまそうや思いますわ。だからこのあれでいけばすりゃいいんでしょ。吸って優先順位をちゃんとしてほしいって言ってるんですよ。そりゃその一人親さんとかね、大変な人にそれするのもいいですやん。でも先にほんまに困ってる人いてはりますやん。そういう人を先に、それはコロナが原因限定です。コロナが原因限定でしんどい人をなんで最優先にでけへんにやっちゃう話ですやん。そんな早いですやん。何やった総合支援資金でも貸し取るわけやから、その貸した人にさらにどうでっかい言うて済む話ですやん。なんでそれができん、貸す金ですって。バーンみんなに配る金ちゃいますって。ほんまに。そんな言うたらまたね、これいっぱい来ますね。なんで、お前、なんで借りんねんみたいなね。借りる金やぞ、みたいなね。いや、その現金いりますやん、ほんまに。そんな返す1年後のことをそんな考えれませんやん。今生活する現金が必要なんですよ。いやそれお前が悪いやろ、ちょっと自業自得や、金貯めとけよみたいな。いやちゃいますやんって言いたいんですよ。それ自分で勝手にやめたらいいですやん。ちゃいますやん今回は。で、またうだうだになってるんですけど、要はまとめますと、なんやまとめね、総合支援資金にはコロナ特例、今皆さんが貸してもらってるコロナ特例と、そのコロナなんかない前からある、従来のやつがあるいうことですね。だからコロナ特例の最初の3ヶ月の申請、延長3ヶ月申請、そこまでは今いけてると。さらに延長、なので再延長ですね。それはもしかしてあるかもしれんけど今のところないと。これなかったらどうなんねん、いつまで待ったらええねんっていうことなんですけど、それはわからない。はい、まあ、どっかのないとすればどっかのタイミングで従来からある、総合支援資金を申請していかなあかんいうことですわ。ただコロナ特例よりも結構書類も多いし、何条件どっちゃらこっていろいろあるいうことですね。けどそんなしんどいんですから、条件も一問もそんな絶対通りますよ。そんな、まあ、絶対言われへんね、絶対言われへんけど、もうしんどい人は絶対帰れるべきですよ。現金いりません、ほんまに。で、もう一個が今やいや言うてるのが
再延長、総合支援資金の再延長があるんかないんかいう話なんですけど、これは再延長は今日現在はなさげやと、来年はわからんと、年内は多分ないやろとっていうことですね。だから3ヶ月の普通の申請、プラス3ヶ月延長の申請、ここまでは OK、 プラス3ヶ月の再延長は今のところブブーいうことですわ、はい、っていう感じですね。で、私の予定っていうかな、おっさんどうすんねんいうことなんですけど、私はこのままね、再延長がない場合はね、私は失業給付はね、3月ぐらいまであるんですよ。この3月、本来ならもう終わるんですけど、コロナの加減で、失業退職してる加減でね、プラス60日なんかあるんですよ。その60日入れて、3月ぐらいまでもらえますんでね、まあ、3月までは失業給付をもらうと。それが終わって、その間、それまでに、その再延長がなければね、従来のコロナ特例ではない、従来の、生活福祉資金って言うたらいいかな、総合支援資金を申請しに行くと、っていうことですね。これが多分、最長1年ぐらいあるんですよ。で、プラス、さらに住宅確保給付金も申請すると。これはなんか9ヶ月、最長9ヶ月やったんが、12ヶ月、1年伸びたんかな。これも俗に延長されたわけね。期限が延長されたいうだけの話ね。延長されてるんで、それも申請すると。ただし私は、失業給付もらうまでは、住宅確保給付金は世話になっとったんでね、3ヶ月間。だから、まあ、それが差し引きされるのか、新たにまた一からできるのか、それはちょっと問い合わせんと分からんですけど、まあ、従来の総合支援資金プラス住宅確保給付金を申請すると。で、まあ、それで、仕事が見つからなければ約1年間いけると。で、仕事が見つからんとなった場合、まあ、1年で終わるんかな、多分ね。となった場合、そっから、職業訓練行こうかな思ってね、ハローワークの。そこで職業訓練給付金のが10万円出るんですよ。まあ、それ行こうかなと。だから、それ順番、最初私考えてた順番は、失業給付終わって職業訓練行って、職業訓練は多分3ヶ月ぐらいで終わるんでね、それを終わってから従来の生活福祉資金、総合支援資金申請に行こうかな思っとったんですけど、どうもいうか、その職業訓練は今、なんか、めっちゃみんな行ってるか、申し込みが殺到しとってね、落ちる人いてる言うてね、不合格ですわ。昔はですね、ありえへんですけどね、今はもう不合格、競争率2倍とかね、3倍とかね、そんなの普通にあるみたいですわ。ほんで、さらに、もうこれも市長さんに教えてもらったんですけど、めでたく合格してもね、なんかの加減で給付してもらえへんとかね、あと、張り切って学校行ったらもうなんか取ってつけたよね、いちびったような学校で、もう密で、もう来ないなって話聞かなあかんとかね。ありえん話ですよね、そんなんね。でもなんかもういちびった先生が講師でね、みたいなね。いやもうそんな、ほんまありえへんことがほんまにあるんでね。だからちょっと、様子見ようかな思ってね。だから先に、総合支援資金のお世話になったら、1年後になるわけですから、1年後に、職業訓練の方申し込もうかな思って。職業訓練は多分2年、もっとあるかな。永遠かもしれませんわ。期限ないかもしれんすけど、まあ、その急いでいかんでもいいようなんで、順番、そういう順番にしようかなと思ってます。で、その間、
今失業給付ですやん。で仕事探してますと、失業給付終わりましたと、何やら総合支援資金従来の申し込むと。ただこれほんま仕事をね、仕事するために頑張って仕事してくださいよと、それが自立支援なんやら機関みたいね、あるんですよ。だからそれなんちゅうん、アルバイトもちょっとしながらね、いいし就職先が見つかるかね、いうのをしながらね、もうアルバイトもねちょっとしようかなと思ってます。ウーバーイーツでもねしようかなって考えてます。はい、ということでね、もう何らしかしとかんと、もうほんまにね日は経つのは早いね。もう今は入ることあれへん、減っていくばっかりなんでね。はい、ということで、はい、また長々とほんまにあれですけど、まあそういうことやね。もうまとめんでいいですわね。まとめても分かりにくいもんね。はい、ということで、長々といつもありがとうございます。まあなんとかね、栄養にガースーさん言ってね、1ビットランとね、いやほんまにねえ、ほんまになんとかしてよいうことなんですけどね、もうそのなんとかしてよでお前年いねんっていう、もうそういうのはちょっともう堪忍してくださいね、今度はね。はい、ということでほんまにね、その私らおっさん、もう女性とかね、もうすごいほんま往生してありますせ、ほんまにね。そんな若い子やったらどないでもなるけどね、もうそんな40、50、60なった女性とかやったらね、大変ですよほんまに。なんでそこで何苦汁苦汁を飲まなあかんに話ですよほんまに。早死にしますよほんまに。自分からあれせんでもほんまに辛いですよほんまに。ちゃんと自粛したためにみたいなね、いうこと聞いて自粛したために、今なんか自粛やってもみんなパッパッパッ Go to Go to って言ってますやん。でないと従業員が従業員食わしていけません、 Go to Go to ってやってますやん。だからあの時も何ヶ月か前もね、そういう感じにしとけやよろしいやん。いやお前好き好んで自粛したんやからしゃあないやんみたいな言っちゃいますやん。前の時はね、もうそんな働いてシャッター開けとったらもう石バーン投げられて、何開けとんねんみたいな、いや生活がそのどないすんねんって やってましたやん、はい、お前ら何しに来とるんやってパチンコ屋の前で下げてましたやん。ほんまにということで、はい、以上です。はい、なんでそのしわ寄せがね、真面目に自粛した人間にその幸せきて、なんお前のせいやと言われなあかんのかね、ほんまにっていうことですわ。はい、ということでいつもありがとうございます。以上です。失礼いたします。